どうも、岡はじめです。このチャンネルは映画ドラマの感想を中心に私、岡はじめが好き勝手喋るエンタメトーク番組です。本日は、ヤクザ映画特集第5弾でございます。今回はヤクザ映画を見る前に最低限知っておくべきヤクザ映画用語10選をご紹介したいと思います。第5弾にして今更っていう話なんですけども、まあそういえばヤクザ映画初心者に向けた動画ってまだ撮ってなかったなと思いまして、まあ完全に忘れていたんですが、今回取り上げさせていただきます。まあどうしてもヤクザ映画ってその世界独特の概念であったり、まあ専門用語がすごく多いんですよ。おまけに方言なんかが入ると余計わからなくなっちゃうという人も結構多いと思うので、今回はそんなヤクザ映画にたびたび出てくる用語を皆さんにご紹介したいと思います。これを知ることでより気軽にヤクザ映画を楽しめるようになると思うので、ぜひ参考にしていただきたいです。そしてですね、今回はこちら、春日太一さんの著書、ヤクザ映画入門編、こちらを参考文献とさせていただきたいと思います。ヤクザ映画初心者に向けたヤクザ映画の楽しみ方であったり、ヤクザ映画の歴史、専門用語などを分かりやすく解説している本でございます。これね、むちゃくちゃ面白いですし、何より分かりやすいです。気になった方はぜひね、手に取ってみてください。それでは早速やっていきましょう。ヤクザ映画用語その1、任侠。これよく出てきますね。任侠映画、任侠道とかっていうのもよく言いますけども、これはですね、命を惜しまず悪を倒し正義のために尽くす、そういったヤクザ映画で描かれるヤクザたちの目指す理想、気概を指す言葉です。自己犠牲と完全懲悪の精神ですね。なので任侠精神のあるヤクザが悪いヤクザを成敗する、そういったヤクザをヒーローとして描く映画を任侠映画と言います。続いてヤクザ映画用語その2、義理でございます。これはですね、組であったり組長に対し忠誠を誓う精神です。ヤクザ社会に入った者はまず寝所と食事を用意されます。そこで組長に入れてもらった恩義が生まれるわけですよね。するとその恩義をもらった人は、あ、その恩義を返さないといけないなと思いますよね。というか恩義がある人の言うことは何でも聞くのが当然じゃない、まあそういった考え方です。そうして義理を果たすわけです。この義理はですね、どんな市場よりも優先しなければなりません。そしてその義理と相反する言葉というのが人情です。仕事上の付き合いで結ぶ義理とは別に自然と湧き上がる人に対する愛情のことです。よく義理と人情の狭間で苦しむヤクザというのが映画では描かれます。いや、俺本当はあの組長のことそんなに好きじゃないんだけども、義理があるから命令聞かないといけないな。で、その組長に友達を殺せと命令されて、まあ葛藤してしまうみたいな、そんなね姿がね本当によく多いです。そしてまあね、この義理と人情、二つの言葉を合わせた義理人情という言葉もよく出てきますね。義理人情に熱い人間というのは公私ともに人格者であるという意味です。続いてヤクザ映画用語その3、掟でございます。ヤクザ社会、組内の不分立のルール、規律を指します。組長には逆らうべからずであったりだとか、組内の輪を乱すべからずという、まあいわゆるこう裏切り行為を絶対にしてはいけないよというルールですね。これを破った者はヤクザ社会では生きていけません。その場合懲罰を受けることになります。それが続いてのヤクザ映画用語その4、破門でございます。これは組から縁を切られることを言います。まあ簡単に言うと首です。さらにそれよりも重い懲罰となると絶縁を言い渡されます。これは組とかじゃなくて、もう全てのもうヤクザ社会そのものからの追放を意味します。まあ、業界全体からの首ですね。続いてヤクザ映画用語その5、仁義です。これはですね、簡単に言うとヤクザ社会における道徳です。先ほど言った任侠精神であったり義理人情といったものを全て含んだ人として行うべき筋道ですね。そして掟の前提にある概念です。またこの仁義は別の意味も持っています。ヤクザが初対面の相手に交わす挨拶のことを仁義を切ると言います。映画男は辛いよの冒頭シーンでトラさんが仁義を切るシーンがありますのでね、気になった方はぜひチェックしてみてください。続いてヤクザ映画用語その6、若頭でございます。組というのは一家とも言われている通り疑似家族の関係を結んでいます。まず組のトップが組長、親分ですね。その下に子分がいると。その子分の中のトップ、親分に次いで実質ナンバー2のポジションが若頭でございます。続いてヤクザ映画用語その7、杯でございます。先ほど言った親分、子分の関係、または兄弟間同士の関係を結ぶためには、ヤクザ社会ならではの儀式をしなければなりません。その儀式が杯を交わすという行為です。
杯というのはですね、その際に使用する酒が入った器のことですね。薬剤映画では拳銃に次ぐ重要な小道具として登場するので、ぜひ覚えておいてください。続いてポンポンいきます。薬剤映画用語その8、しのぎでございます。ヤクザたちの収入やその収入を得るための手段のことを言います。続いて薬剤映画用語その9、仇です。ヤクザではない一般人を指す用語です。もしヤクザが仇になった場合はですね、その仇に対してヤクザは絶対に手を出してはいけません。それはヤクザ社会の掟でございます。ラスト、ヤクザ映画用語その10、指爪でございます。円弧爪とも言います。円弧爪めろとかね、指爪めんかいとかっていう言葉がね、よくヤクザ映画では出てきます。これはですね、ヤクザが反省の意思を示すために指を刃物で切断する行為のことです。自分が掟を破ってしまった場合であったりだとか、あとは自分の子分が他の組に迷惑をかけた際に責任を取るために、行ったりします。アウトレイジシリーズなど数多くのヤクザ映画でこの指爪シーンは登場します。はい、以上になります。まあ他にもまだまだ用語はたくさんあるんですけども、今回は初心者に向けた動画なので、あえて10個に絞らせていただきました。今回挙げた用語、まあ完璧に覚えなくてもいいです。なんとなくでも覚えておいていただけると、すんなりヤクザ映画の世界に入っていただけると思います。まだ薬剤映画を見たことないという方はね、ぜひこれを機に鑑賞してみてください。本日は薬剤映画を見る前に最低限知っておくべき薬剤映画用語10選をご紹介しました。よかったらあなたの感想もコメント欄にお聞かせください。この動画が面白かったという方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。